池袋。池袋は東京都豊島区に属する池袋駅を中心とする副都心。東京都豊島区に属する区画の一つ。また、豊島区における行政上の地名の一つにもなっている行政地名としての池袋を参照。池袋は新宿、渋谷と並ぶ山手三大副都心の一つ。池袋駅を中心に巨大な百貨店や専門店。 飲食店などが極在する。池袋駅の1日平均乗降者数は約271万人。2007年度。池袋駅西口及び東口駅前に繁華街が広がり、北口及び東口サンシャイン通り裏手、同明治通り北側一帯には大規模な歓楽街がある。1日に約100万人の集客人員がある。西口方面には東部百貨店。 ルミネ池袋、旧正メトロポリタンプラザ、東京芸術劇場、池袋西口公園等、東口方面には西部百貨店、池袋パルコ、サンシャインシティ、豊島区役所等がある。池袋駅が8路線からなる巨大な鉄道ターミナルであるほか、池袋には、周焉部を含め明治通り、グリーンウォー通り、カスガ通り、金目町通り、劇場通り、 川越街道などの道路が集まる。池袋駅から少し離れると、立教大学、西池袋、帝京平成大学、東池袋、重要文化財に指定されている、フランクロイドライト設計の自由学園アスカン、多くの著名人が眠る雑司がや霊園などの緑や文化財も多く、池袋演芸場などの寄せや小劇場もある。現在の池袋駅西口の、 ホテルメトロポリタン一帯、西池袋一丁目に存在していた、袋型の池が袋池、丸池と呼ばれており、それが地名の直接の由来となったとされている。ただし当地は旧増志賀や村であり、池袋の元々の中心部だったと言える池袋本町、かつての本村からは離れているため、この説には異論がある。なお、丸池は時代を追って縮小され、 70年代中頃までは、現在のホテルメトロポリタン北側に存在した、元池袋公園内に、唐池の状態で残っていたが、現在は完全に埋め立てられ、地名由来とされる池をのんで、元の場所より、東側の隣接地に、元池袋史跡公園が開設された。古くは、武蔵国に豊島郡池袋村といい、戦国時代の古文書である、小田原州書領役長。 a 六2年1559年には、大田新六郎地業三観500分、池袋とあることから、中世にはすでに近隣の地名、長崎、増志賀や、菅も、高田などと共に確立していたと考えられる。明治の廃藩置県が行われると、東京府一部は、浦和県から編入に属し、1889年の町村静志向で、菅も村の大技となる。 池袋が栄えるきっかけとなったのは、鉄道の開業である。上野駅前橋駅間に鉄道を開業させていた、私鉄の日本鉄道が、1885年に、関営鉄道、新橋駅横浜駅との接続を目的に、現在赤羽線、埼京線、山手線となっている、赤羽駅川駅間の路線を開業させた。だが、この時には、池袋の地に、 駅は設けられなかった。その後、1903年に田畑駅への支線を建設することになった。当初は、目白駅での分岐が想定されていたが、地形や経由地などにおいて、地図の難点が指摘されたため、それより、北の大地上に新たに池袋駅を開設して、ここから分岐することになった。大正から昭和にかけ、東場鉄道、 今の東部東上本線や武蔵野鉄道、今の西部池袋線なども池袋へ乗り入れるが、これらはどちらも当初繁華街とは言えなかった池袋は起点とせず当時の繁華街であった神田、菅も市電が1912年には乗り入れていたへの乗り入れを前提としていた。その過程において池袋は仮のターミナル駅として開設されたが、 その後の事情でどちらも都心への延伸を断念し、結果として池袋起点となったものであった。この頃は、巣鴨の他に白木屋があり、大自電気起動、今の都電荒川線、1911年に開業と山手線が交差していた大塚駅あたりが繁華街であって、池袋は、豊島市藩、東京学芸大学の母体の一つや、立教大学など、 学校が置かれたことから、文教地区となっていった。1933年に、白木屋と京浜急行電鉄が共同で設立した、京浜百貨店が1930年代に、菊屋デパートの名で、池袋駅に開店。そして東京市電、1943年に、東京都電となるが1939年に、池袋駅前に乗り入れ、この頃から交通の結節店として、 にぎわいを見せるようになる。菊屋は1940年に、武蔵野鉄道、現西武鉄道に買収され、武蔵野食料を開設。武蔵野デパートを経て1949年に、西武百貨店と改称した。また、東武百貨店が1962年に本店を開店して1964年に、東横百貨店池袋店を買収し、1958年に、 開店した東京丸物池袋店は1968年に西武百貨店に買収されパルコになった。新宿、渋谷と並ぶ副都心であり、近年は乙女ロードにより女性利用者が急増し、ファッションスポットも増加。高野の副長が文化事業や街の美化に取り組んだ結果、2013年の住みたい街ランキング3位になるほどの人気スポットに、 変わりつつある。2018年は5位。現在池袋と名のつく地区の大半は、一時期に菅母町に属していた。東池袋2丁目には、西菅母橋という橋が現存する。またサンシャインシティは、菅母高地所の跡地に建てられたものである。池袋は、日本有数の繁華街の一つである。駅の東西に繁華街が広がっている。近年は、 南口エリアにも繁華街が広がり、ビームスやアディダスジャパン、スターバックスなど路上店舗も増加傾向に。駅東口には西部百貨店、パルコ、サンシャインシティ、ビッグカメラ、山田電機、豊島区役所などがあり、東口一帯に繁華街が広がる。駅からグリーン大通りを進むと左手に、サンシャイン60ビルやトヨタアムラックスが見えてくる。 サンシャインシティ方面へ伸びるサンシャイン60通りは飲食店、映画館、ゲームセンター等も多く、休日は歩行者天国になっている。このサンシャイン60通り沿いや山田電機ラビー1日本総本店池袋の西側には観楽街が広がり、2014年10月には結婚式場が入っている創業施設和歌もオープンし、ますますの賑わいも見せている。パルコ。 ピーパルコ、サンシャインシティアルパアルタなどがある。池袋は、純駆動書店、本屋としては、日本一の大きさを誇る、リブロなどの都内屈指の書店激戦区でもあり、10店舗以上の CD 店が競合する、音楽激戦区、ラーメン、回転寿司などのグルメ激戦区でもある。書店については、神田神保町やわせ田のように密集はしていないものの、古書店も非常に多く、 大型新刊書店の多さと相まって、東西池袋は神田五町に次ぐ本の町の様相を呈していたが、その主力を担っていた東口の三吉書店チェーンが大幅に店舗整理したこともあり、かつての盛況には及ばない。またサブカルチャーの一部であるアニメのグッズや書籍などを販売しているアニメートや虎の穴、ゲーマーズ等の店舗も東口周辺に立地している。 駅西口には、東部百貨店、メトロポリタンプラザ、丸い、東京芸術劇場、立教大学などがあり、文化、芸術の香る街である。また居酒屋など飲食店が密集する、ロマンス通りや、西一番街中央通りなどにイブハウスや、映画館などがある、ロサ会館や池袋演芸場などもある。メトロポリタンプラザの西南には、日本で最初にケーキブッフェを始めたことで有名な、 ホテルクラウンプラザメトロポリタン系がある。南西エリアは、木々の茂る西池袋公園や立教学院本部、中学校や小学校があり、西池袋2丁目から4丁目、目白3から5丁目にかけて完成な住宅町が広がる。南北に伸びる池袋駅が、池袋の町を東西に分断しているため、東口、西口の区分に比べると西口、北。 南エリアの使用頻度は低い。池袋は、新宿、下北沢、銀座に次いで劇場の数が多い演劇の街であり、演劇、ミュージカルの専門学校、舞台芸術学院もあり、多くの俳優を輩出している。また、池袋は、郊外のシネマコンプレックスに押され、気味なものの豊島区屈指の映画館の集積地である。 東口線土沿いの文芸座は新聞芸座として遊戯場を加えた娯楽集積施設として新装営業している。大手三大予備校、河合塾、寸大予備学校、代々木ゼミナール2015年並行ほか、四谷学院、城南予備校、早稲田塾、早稲田アカデミー、武蔵高等予備校、お茶の水ゼミナール、看護医療専門の東京アカデミー、 医学系を含む総合予備校総系外語ゼミ、芸大、美大予備校の水道、また美術学院、また資格や、社会人入試に特化した、東京リーガルマイン、TAC、大原学園、資格の大原等、ありと、あらゆる予備校や、資格系学校などがひしめき合っており、さらに小中心学受験校を合わせるとその数は、日本一を誇ると見られている。サポート校なども存在する。 池袋は、豊島区における、行政地名、町名でもある。池袋1丁目から池袋4丁目まで存在する。ちょうど JR 線、川越街道、山手通り、金目町通りに囲まれた地域であり、道区西池袋、上池袋、池袋本町、板橋区、中丸町、南町、道区高松、金目町と接している。また、池袋駅、 東京メトロ福都新線、金目町駅、東京メトロ有楽町線、福都新線とも接していて、豊島製造工場や東池袋へつながる池袋大橋の出入り口でもあり、首都高速5号池袋線の北池袋出入り口でもある。このように池袋の中心的な繁華街ではないが交通の要衝としては欠かせない地域である。しかし、 西口号砂路交差点の金目町通りと劇場通りの交差するあたりは池袋西口の繁華街としても食い込んでいる。一般的に池袋と言われているのは池袋駅を起点とした東口、西口に伸びる繁華街の総称であり、行政地名としての豊島区池袋はそれより北西寄りの地域を指す。住宅地の地下は2017年。 平成29年1月1日の工事地下によれば、池袋3の9の2の地点で50万6千円枚メートルとなっている。住居表示実施により成立。谷ただし河合聖の旧長崎村域は1871年に、浦和県、原埼玉県から東京府に編入されている。2017年。 平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、豊島区の小中学校では学校選択制度を導入しており、以下の指定校に隣接している通学区域の学校も選択することが可能。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。